アルコバサウルスアルコーブサウルスは、後期ジュラキに生息していた相タテルイ恐竜である。アメリカ合衆国ワイオミング州、ナトロナ郡のモリソン層で発見された。模式種はステゴサウルスロンギスピヌスの、コンビネーションの場であるアルコバサウルスロンギスピヌス、アルコーブサウルスロンギスパイナス。1908年7月、ウィリアムリード教授とワイオミング大学の AC ダートは、 ナトロナ軍のアルコバ採石場で、賢竜類の骨格を発掘した。それは、リード主導の下で行われた恐竜の発掘としては、最後のものとなった。1914年、チャールズ・ギルモアにより、ホロタイプ UW2503 に基づき、ステゴサウルス・ロンギスピヌスが記載された。これは42個の脊椎骨、断片的な腸骨、2つの座骨、恥骨の一部、 右の大腿骨、いくつかのあばら骨と四つのサゴマイザーからなる生態の部分骨格である。種商名は、ラテン語で、長いとげを意味し、王のスパイクに由来する。ステゴサウルスロンギスピヌスはその王のスパイクが長いという点で、ステゴサウルス属の独立種として有効なものであると、その後の研究者たちも認めてきた。1993年。 本種はジョージュ・オルシェフスキーらにより、本来はアフリカに分布するケントロサウルス属の北米産の種である可能性が指摘された。運悪く、模式標本は1920年代にワイオミング大学博物館の水道館が破裂した際に破損してしまった。そのため、その標本の所在について誤解が生じ、失われたものと考えられたこともあった。一方、 UW2503 とナンバリングされた大腿骨は模式標本の最後の残存している部位としてまだ存在していた。サゴマイザーはプラスターキャストが製造されていた。また発掘中の骨格の証拠写真がまだ残っており、博物館の骨格と共に展示されている。他方でステゴサウルスロンギスピヌスの独自性は疑われていた。なぜなら長いサゴマイザーは 個体差か、性的不足なりの産物のように思われたからだ。にもかかわらず、アマチュアのフリーランス古生物学者のローマン・ウランスキーは、長世のトゲはステゴサウルス・ロンギスピヌスを、ステゴサウルス属から分けるに、十分なものであると判断し、親族ナトロナサウルス・ネイトリノサウルスに移した。ウランスキーは、オルシェフスキーとフォードの1993年の系統分析を前提に、 ナトロナサウルスをケントロサウルスの近煙属として認めた。フランスキーは自費出版で電子書籍として論文を発表した。これは独立行政法人によるインタープリターでも一瞬によるものでもなかった。そのためナトロナサウルスは無公明とみなされ、ピーター・ガルトンとケネス・カーペンターによりこの属に別の学名アルコバサウルス・アルコーブサウルスが2016年に 与えられた。ガルトンとカーペンターはまた、1990年代に、クリフ・マイルズが、ワイオミング州で発見した非常に大きなスパイクに、基づいて、本種を記載した。それは以前は、所在が不明だったが、DMNH33431 の、キャストが製造、保管されていた。ギルモアは、ロンギス・ピヌス・種を非常に長いサゴマイザー、 遠異微速椎骨のメス側の突起及びキノコ型の肺側延長部を有する椎間板によってステゴサウルスの種とは断定できないとした。2016年、ガルトンとカーアッペンターは5つの固有派生形質を示した。遠異側、後方側、微速椎骨には側方の突起が存在する。遠異のオシいは短く、長さより高さがある。非常に細長く、 細長い2本のスパイクがあり、大腿骨の長さの90%である。最後の1体のスパイクは、シャフトの長さの4分の1で最大の幅を持つ。大腿骨の関節球の下関節表面は下側に限定される。さらにアルコバサウルスは、ジュラギの北アメリカのステゴサウルス属のステノプス種、スルカトゥスダネ、およびヘスペロサウルスとは、 仙骨が4つではなく6つであることにおいても違っている。他のステゴサウルス類では最多でも5つである。ギルモアはまたアルコバサウルスは前方のペアと同等の形質の後方のスパイクのペアを持つことで独特だったと主張している。現存する証拠写真からこの形質を確認することは困難であるが4本のスパイクを持つ全ての基地の他の県流においては 後方のペアの方がより短いため、アルコバサウルスはこの点で異なっているとガルトンとカーペンターは示唆している。また、2体のスパイクは互いに非常に離れて配置される。大腿骨の長さはギルモアによると1082ミ、mm、リメートルである。最長のスパイクは86センチメートルである。このスパイクの先端は壊れており、 ギルモアはもとの長さは 985mm だったと推定した。ガルトンとカーペンターはそのサゴマイザーは武器として主に使われたとみている。彼らは尾全体に連続する尾体の側面の突起を調べ、尾を強力に振り回すための発達した筋肉を支持していたと結論づけた。これはまたおそらく腰椎にもつながって短縮されており、その結果、 オはステゴサウルスよりも4分の1短かったと思われる。より短いオは非常に長いスパイクのより大きなモーメントアームによって引き起こされるねじれを相殺することができると考えられる。ガルトンとカーペンターはアルコバサウルスはステゴサウルスよりもケントロサウルスに近縁ではないとし、ステゴサウルス家のメンバーであると考えたしかし2017年の トーマスレイブン・トーマスレイブンとスザンナメイドメントスーザナメイドメントによる系統解析によるとアルコバサウルスはエウリポダの生態に見られる大腿骨の天使の間の融合に書くことからステゴサウルス類には分類できないとされた。しかしながらこれはこの標本が未成熟の個体だった可能性を意味しまたホロタイプが失われていることから解明は難しい。ありがとうございます。